こんにちは、ステレオカメラの相場です。今回ご覧いただいてますレンズはライカの非常に人気の高い標準レンズですね。こちらはズミクロンの 50mm 固定強度になるんですね。はい、振動タイプのレンズもよく見かけますけれども、こちらのですね、固定強度も大変人気の高いズミクロンとなっておりますので、ぜひですねお早めにチェックしてください。ご覧の通りズミクロンですね、50mm の F 値が2、シリアルが1511345ですので、こちらが1957年ですねのドイツ製ズミクロン 50mm 固定強度となっておりまして、このピントリングのですね、このデコボコの幅がですね短くて、ギザギザがこう山側についてますので、こちらが電気タイプと言われるモデルとなっておりますね。はい、という感じで、はい、ライカ M6 じゃなくて、ライカズミクロンの固定強度電気タイプとなっております。大変人気が高いので、ぜひですねお早めにチェックをお願いいたします。では外観から見ていきます。はい、まあ、ちょっとホコリがついてましたね。はい、ご覧いただいてます通りですね、目につくすれ当たり、へこみなどは見られないいい状態だと思いますね。備品といって差し支えないと思いますね。こういうローレットの摩耗とかも見られませんし、先端もメッキが摩耗したりとかしてないですね。もちろん当たったりぶつけたり擦ったり、落下した跡などもありませんね。はい、ピントリングも、摩耗とか変色ないですね。マウントはライカ M マウントですね。ライカの M 型のボディの他にもですね、ソニーの α7 とかニコンの Z6 のようなミラーレス一眼でも、マウントアダプター経由でご使用いただけるマウントとなっております。はい、外観につきましてはこの動画と画像でもたくさん掲載してますので、客観的にもご確認をお願いいたします。絞りの動きもですね、はい、ちょっとですねやや渋い部分もあるんですけれども、問題なく動いてますね。はい、ちょっとですねこの絞ったこの F16 近辺にちょっと渋さがありますけれども、はい、開放近辺では全く問題なく開閉しておりますね。スムーズに開閉しております。はい、まあ、こういうのが気になる場合はですね、オプションからお選びいただけましたら、全体的なですね、分解清掃とか調整をさせていただきます。はい、ピントリングはですねいっぱいまで全く問題なく動きムラなく動いてますね。はい、滑らかに動いております。一定のトルクで動いてますね。こちらグリス切れとかですね動きムラは全く感じないです。無限ロックもしっかりと効いております。付属品がリアキャップとこちらのフロントキャップになってます。はい、でですね、レンズですけれども、前玉後玉ともに擦り傷、ひっかき傷、コーティングの剥離とか摩耗は見られない綺麗な状態ですね。はい、ただ中玉にですね、若干曇ってる感じがありますね。全体的なちょっと曇りになりますかね。極端な逆光状態でなければ、白っぽく映っちゃったりとかですね、しないと思うんですけども、一応ご留意いただければと思いますね。こちらも清掃すれば、だいぶ綺麗になりますので、気にされる方はオプションから、分解整備清掃をお選びいただければと思います。はい、ということでこのまま撮影にご視聴いただいてですね、もう問題ない非常にいい状態のミクロン 50mm の固定強度ですね。はい、念のためですね、せっかくお使いいただくために全体的な分解整備清掃調整をご希望いただける場合はオプションからお選びいただけましたら、当社で格安で受け合わせていただきますので、ぜひご利用ください。中のちょっと薄い曇りとかですね、この F16 近辺のちょっと動きの渋さなどはもう完璧に綺麗になりますね。オプションでお選びいただけましたら。はい、という感じでライカの人気オールドレンズミクロン 50mm の固定強度全機タイプになります。ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。